いつでも俺のこと信じてるって言ってくれた。そうか、俺が落ち込んでたら俺らしくねえ、おかげになれるって言ってくれたのに、孫みたいだって言って落ち込んでばかりいたら、すげえ辛いし悔しいし、けど立ち止まるのはもうやめだ、うじうじしてんのはもうやめだ、俺は俺らしくエロ仙人からもらったものを引き継いで自分の人道を突き進んでいくってば、エロ仙人の弟子として最後まで。それでこそ俺の知ってる渦巻きナルド、頑張れよ。うん、ありがとう。さあ仕切り直しだ。最終章、渦巻きナルト物語。いい顔になった。では深作様、ペインの情報。いいじゃろ、これが地雷や。リンネガンか、思った以上に厄介ですね。しかも6人もいるなんて。他に深作様自身が感じたことはありますか？今はど、そうは言ってもの、いや、そう言って。おい、どうした？本物はいない。ジャイア、本物はいない？一体どういう意味なんですか？わからん、なぜあれを口にしたのか。さすがにそれだけじゃどうしようも。ナルト、もうペインのことは大体は。あんた、どんなにすげえ能力持っててもそれに負けないくらい強くなればいいだけだ。俺は修行して強くなって、そんでエロ仙人の仇を絶対と。力むのはいいがな、今のお前が。だと？だからじゃ、このわしについてこい。妙木山で戦術の修行じゃ。妙木山、そこで修行すればペインに勝っ。それは分からん、じゃが今よりも可能性は上がる。じゃあペインに勝つ道があるってんなら、俺はその道を信じて突っ走るだけだ。うん、ではしばらくの間。ああ、さてナルト。よーし、準備を。おっす。それし。さて。
何言ってんだよ。時間はいくらあっても足りねえんだ。さっ、はいはい。俺は遊ぶためにここ。こりゃ。そうじゃな。まずは。慣れていなければ単純。ほう。ま。ね、これ。わしの術で作り、奴らとの手合わせを。そ。どうしたことは。これが妙木山の、はあ、しかし初めて休憩じゃ。まだ今ペイン、準備できたのか。ええ、あなたの方すでに準備は済ま。そう。しかしあの一撃でわ。だがそれも一時的に。ああ、さて邪魔する忍びはすべて潰。分かって。よし、これよりこの。さあ、うん、ナルトちゃんよ。それがさ、初めんと。どうやら修行はうまく。
それすなわち自然エネルギー。うん、忍術は己の内にある。うん、それに比べ外から得る自在に扱うことができれば、そして戦術を戦にますます自然エネルギーは体をすげえ。じゃが自然エネルギーの扱いをかんそれでは今日の試験よし。うん、今日ね、そうお前じゃが、ああ己が近い、いつかはエロ仙人も超えなきゃな。目の前のやつは偽物かもしんね。良いイメージ。行くぞ。いや。ん？